全能チャンネルマボ名著の泉の時間がやってまいりました。私、全能マボ編集長の竹熊です。第1回はジェームス・ W ・ヤングのアイディアの作り方、これを紹介したいと思います。これ阪急コミュニケーションズっていう出版社から今出てますが、私が買った時は、TBS ブリタニカっていう、これ私が買った時の本ですけど、1986年に出てますから、その頃僕買ってると思うんですね。薄くてすぐ読めるんだけども、帯にありますが、60分で読めるけど一生あなたを話さない本って書いてますが、まあその通りだったですね。未だに私この本を読み返すことがありますから。ジェームス・ウェブ・ヤングっていう人なんですが、1973年まで生きてたんですね。で、高校を中退して、いろんな職業に就きます。その広告屋さんになる前に、アメリカ最大の広告代理店のトンプソン社っていう、まあ、アメリカの電通みたいな会社がありますが、そこの重役の人とたまたま会うんですね。でその時ヤングは宗教関係の書籍のセールスマンをやってた。広告代理店の重役相手にこの本買ってくださいってことで本のセールストークをしたそうです。でそのセールストークを聞いたその重役がですね、君は広告屋の才能があると、ぜひうちの会社で働かないかってスカウトされたんですね。そういうことで広告の世界に入るんですね。そこで彼はコピーライターになります。コピーライターという仕事は、あの広告のキャッチフレーズを考えるだけではなくて、あの広告のそのアイディアそのものを立てる仕事なんですね。最後はトンプソン社の副社長にまでなるんですね。で大学で広告学と経営学を教えるようになって、でその大学の授業をやるにあたって、彼が用意した授業の内容がアイディア の作り方、これもともとは大学の講義だったんですね。この本は薄いっていうことを先ほど言いましたけども、100ページちょいしかない本文が。で、そのうち半分が解説なんですね。別の人の解説が入ってる。だから、正味の内容が50ページくらいしかない。しかも字が大きい。読めますか？すごい大きな字ですね。アメリカでは広告マンのバイブルとされてますが、実はこの本の価値は広告屋さんだけではなくて、知的生産、クリエイティブに携わる人間の、まあ、バイブルだと言っていいのではないかと思います。で、この薄くてもなんでそれだけ売れてるのかというと、中身が濃いからですね。その知的生産についての本質以外の余計なことが全く書いてない本なんですね。だからここまで中身が濃い本ってのも珍しいんじゃないかと思いますが、60分で読めます。相対性理論ってありますよね、アインシュタインの。相対性理論というのは公式があって、その公式が E イコール MC の事情っていう式なんですが、これだけで表現されるわけですね。つまりアイデアの作り方は原理として言葉にすればシンプルなんだけども、創作のような知的活動の根源がアイデアですから、だから そこに行き着くわけですね。ヤングはですね、その、まあ、ある時人から、あなたは長年広告屋さんとしてさまざまなその商品の広告を手掛けてきて、まあ、素晴らしい広告の仕事をやってきましたが、アイディアというものは
どうやって生み出されるんでしょうかって聞かれて、すぐに答えられなかったヤングなんですが、その後ずっとこの疑問の答えを考えていて、確かにアイデアは天から降ってくる何か授かり物のような偶然の産物とか行幸とか天の意志みたいな、そういったもののように思われているけれども、そうではないんじゃないかと。人間が生み出すものだから、何かのそのアイデアを生むための原理とか公式のようなものがあるんじゃないかと、まあ彼は考えました。ヤングの言葉です。私はこう結論した。つまりアイデアの作成はフォード社の製造と同じように一定の明確な過程であるということ。その作成にあたって私たちの心理は習得したり制御したりできる操作技術によって働くものであること。そして何であれ道具を使う場合と同じように、この技術を修練することがこれを有効に使いこなす秘訣であるということである。ここでヤングが例に出したフォード社っていうのは T 型フォードのことですね。フォードがフォード社の工場を作った時に、ね、これは画期的なことだったと。資本主義の歴史の中で画期的なことをやったんですね。フォードは大量生産するためのノウハウを作ったんですね。で、それがベルトコンベヤーによる流れ作業ということを、まあ、始めて、今の工業製品の、まあ、当たり前のやり方。ここでヤングが最初に確認したアイデア作成の一般的原理っていうものをまず紹介しようと思います。第一原理、アイデアは既存の要素の新しい組み合わせである。この言葉で実はこの本の内容が言い尽くされてるんですね。相対性理論の E イコール MC の事情に匹敵するシンプルな公式だと言えると思います。注意してほしいのは既存の要素、これ何かというと誰も知らないようなものがポンと思いつくのがアイデアではなくて、知られている要素、みんな知っている要素、それを知っている要素同士を組み合わせる、その組み合わせ方が新しいってことです。新しい組み合わせであれば、それは誰もが知っている知識であっても新しいアイデアになるんです。既存の要素の新しい組み合わせってアイデアが生まれた一番いい例として、私がよく出すのはオセロゲームですね。オセロゲームは皆さんご存知だと思いますが、将棋と囲碁の要素しか使ってないゲームなんですね。で、将棋であっても挟み将棋っていう、相手の駒を挟んで取るっていう、それだけのゲームですが、それがまあ元ですね。ただし駒は囲碁のような白と黒の丸い駒を使うわけですね。ゲームのツールとしては碁石の白と黒、ルールとしては挟み将棋。ただし挟んで取るんじゃなくて、白が黒を挟んでひっくり返して一種の陣地取り合戦というか、碁のルールに近い部分があるわけですね。だから囲碁と将棋の組み合わせ、パーツとルールの組み合わせでオセロというゲームはできていると言えると思います。これを考えた人は長谷川さんっていう製薬会社のサラリーマン、碁と将棋が大好きで、確か段も持ってる人だと思いますが、で、中学時代に友達と碁や将棋で遊んでるうちに、ハサミ碁っていうゲームを思いつくんですね。碁石を使って相手の石を挟んで取るっていう、まあそういうゲームだったそうなんですが、それが思いついたことが、まあオセロゲームの発明の、まあきっかけであったそうです。
将棋も囲碁もですね、世界中に愛好者が何百万人もいるわけです。しかし、将棋の要素と囲碁の要素を長谷川さんのようなやり方で組み合わせて新しいゲームを作った人はいなかったわけですね。これがだからあのヤングの言う既存の要素の新しい組み合わせがアイデアであるっていうことのいい例じゃないかと私は思います。次、第二原理。新しい組み合わせを発見する才能は、事物の関連性を見つけ出す才能に大きく依存している。何かと何かが似ている。何かと何かが関係している。それをですね、全く別々の分野の知識、全く一見何の関係もないと思われているようなものが、実は似ている。中身が似ているってこともあるでしょうし、形が似ているってこともあると思います。とにかく何か、あれとあれは似てるなって思う気がつく。それは直感的な認識と言っていいと思うんですが、それをですね、パッと思いつくような人がアイデアを出しやすい人だと、まあ、ヤングは言っているわけです。You っていう雑誌の総事率特集というのがあります。これが現物です。この You っていう雑誌はですね、70年代に創刊されて、80年代中頃まで出てました。で、工作者っていう今でもある出版社が刊行していたんですが、編集していたのは松岡聖剛という。まあ、この人もね、なかなかね、ユニークな人間なんですね。編集者なんですが、松岡さんが You をやっていた頃は知的なカリスマって言われてました。何かね、分かったら分かんないようなことを言う人なんですよ。独特の専門用語を自分で作ってね、でその専門用語で自分の文章を書く人で、まあ、ある種の、まあ、思想家でもあり、まあ、編集者なんだけどもやってることは思想家なんですね。自分なりの独自の思想を、自分が本を編集することで、本の形として提示するということをやってきた人で、で、この総事率なんですけども、似ているもの同士を同じページに、で、紹介するっていうね、それだけの特集なんです。で、例えば、銀河系の渦巻きと人間の髪の毛のつむじは似ている。なんだそれ。これはですね、上の写真がニューヨークの墓場の墓石のが並んでいる写真と、その下に並んでいるものはペンギンです。ペンギンの群れとニューヨークの墓石が写真に撮って並べると似ている。なんだそれと言いたくなるようなことだけでできている本です。何が言いたいんだっていうと、似ているということは面白いよねっていうことだけなんですけど、まあ根本的に思いつきの本ですよね。ただしその似ているということをたくさん集めてきて並べると、何かのイメージが湧いてくることは確かで。だからある種のアイディアを生み出すための訓練としてはいいんじゃないかと思います。次の例に行きます。キューブリックの名作 SF 映画で2001年宇宙の旅ってありますけども、あの映画になぜ宇宙人が登場しなかったのかという話です。キューブリックの2001年宇宙の旅には、実は最初宇宙人が登場する予定でした。これはキューブリックも書いてますし、インタビューでも答えてます。また共同で脚本を作った SF 作家のアーサー・C・クラークも証言してます。確かに宇宙人と人類との
最初の接近遭遇を描くことがあの映画のテーマだったと。ところが、できた映画に宇宙人は全く登場しません。少なくとも宇宙人としては登場しません。代わりにですね、黒い石板のようなモノリスが、出てきます。これは映画見たい、まあ、映画は有名なんで皆さん知ってると思いますけども、それでいろいろな宇宙人のデザインを2年間かけて世界中の画家に発注したんですね。でも最終的に宇宙人の映像化を断念した。その理由です。自分の作品に登場する宇宙人はこれまで誰も見たことも想像したこともないスタイルでなければならないとキューブリックは考えました。すごいこと考えますよね。ただキューブリックはもう決定版の SF 映画を作ろうと思ってたんです。全く人類の文明とは関係のない場所で進化を遂げた宇宙人であれば人間とは全く違う格好してるだろうと、少なくとも地球的なイメージで宇宙人を出したくないと、まあ彼は考えた。それで世界の一流画家にデザインを頼みました。実は日本の手塚治虫さんにも美術を頼んでます。まあ、それで世界中の一流の画家にまあデザインを発注したんだけども、どうも結果が良くない。世界の一流画家たちは誰一人これまで見たことも想像したこともない生物を描くことができなかった。この件についてイタリアのですね、2001italia.it っていうウェブサイトがあるんですが、これはですね、どうもイタリアの2001年マニアの人が世界中からのいろんな記事、資料を集めて作っているサイトで、でここにですね、私も初めて見たんですけども、2001年の準備段階でキューブリックが用意していた宇宙人のさまざまな案が紹介されています。これは悪魔とかサタンみたいな格好の宇宙人なんですが、これはですね、実はアーサー・C・クラークの代表作で地球幼年期の終わりっていう、まあ、名作 SF があるんですが、この中にですね、出てくる宇宙人が悪魔の格好をしてるんですね。まあクラークの小説によれば、太古の昔から宇宙人は地球にやってきていて人類と遭遇していたと。ただし当時の人類からすると宇宙人の科学力はあまりにも常識を離れたもので、神様か悪魔かぐらいのそういう超越的な存在にしか見えないわけですね。それで太古の昔に原始人が遭遇していた宇宙人の格好が人間にとっての悪魔のイメージとして残ったという設定なんですね。これをね、キューブリックは使おうとしたんですが、まあクラークが断ったらしいんですけども、で、それでいろいろななんか抽象的な彫刻みたいな形を試したり、こんな深海の生物みたいなものを試したり、まあこういったね、わけのわからないピエロみたいなね、道化師のようなものを試したり、要するにやればやるほどドツボにはまってったんですね。で最後にキューブリックがたどり着いたのがジャコメッティの彫刻みたいな針金のような人間の姿の宇宙人、これはですね、最後まで残ってたそうなんですが、結局のところ人間のアリューに過ぎないと、人間的なイメージから離れられないってことでやめた。
それもやっぱり地球上にあるもののイメージ、生き物のイメージから離れられてないっていうことでやめたんですね。それでキューブリックは、想像できないほどのものは想像できないことが分かったという言葉を残して、宇宙人の映像化を断念します。そもそも宇宙的形態を地球の人間が想像することはどうやらできないということに、まあキューブリックは気がついたということです。この問題については、昔出た雑誌のイメージフォーラムっていう、88年の4月に出たキューブリック特集号が、増刊号があるんですが、そこにキューブリックのインタビューが翻訳されて載ってます。インタビューは、2001年は地球外文明と人間との最初の接触を扱っていたのに、我々は実際には異星人を見ませんでした。キューブリック、この映画の最初の時点で我々は皆その存在それ自体のように驚異的な仕方で地球外の生物を描写する撮影方法について議論した。そして間もなく想像できないほどのものは想像できないことが明らかとなった。せいぜいできることはその性質のどこかを芸術的方法で表現してみることぐらいだ。それが黒いモノリスを設定した理由だと。つまり見たこともない生き物の形を出すことはできなかったんだよ。見たこともない生き物の形を考えることは人間にはできない。それで抽象的な幾何学的なモノリスという長方形の石板として、これで宇宙人的なものを全部集約したわけですね。宇宙の生物が常にアマゾンの半魚人のような怪物に見えてしまうのは SF 映画の基本的な問題ではありませんか？キューブリック、そうだ、それが生物的な実態の描写を我々がやめた理由だ。伝統的な丸い目の怪物のようでないような生物的な実態を描くことは不可能だよ。ここでギーガーのエイリアンを見せますが、近年といって、まあここ50年ぐらいのモンスターデザインの、まあ最高傑作だと僕は思うんですけどね。ただし、ギーガーズエイリアンをよく見ると、人間の骸骨をベースにして頭の後頭部をですね、思いっきり長くして、まあ男性器のような形に伸ばす、全体を甲虫のテクスチャーで仕上げたものであることがわかる。つまりよくよく見るならば、宇宙の怪物というよりは地球上の生き物のパーツを寄せ集めたものに過ぎないわけですね。ギーガーは天才ですけども、才能評価とは別次元の話で、地球的なイメージで宇宙人を描くしかないというのは地球人の限界だと言えるのではないかと思うわけですね。平安時代に我が国ではヌエという怪物がいると思われていたんだけども、このヌエというのは猿の顔、タヌキの胴体、ホラの手足、蛇の尻尾を持つ怪物、猿、タヌキ、トラ、蛇のパーツの寄せ集めでできてる怪物なんですね。あともう一個ね、ギリシャ神話にキマイラっていうのが出てきますが、これはですね、ライオンの頭とヤギの胴体、ドクジャの尻尾を持つ怪物なんですね。つまりヌエもキマイラも同じことで、地球上の生物が寄せ集まった形をしている。これは人間が考えるからこうなるわけですね。人間が知ってる生き物の形を寄せ集めて、ただしライオンの頭にヤギの胴体、蛇の尻尾なんて生き物は現実にはいないわけです。でもそれがいるかのように彫刻や絵で描かれる。
そうすると、あ、これこそ怪物だと。化け物とはこういうものだ。と、まあ、思うわけですね。最後に、もう一回要約しますと、人間は過去に見たものことがないものを想像することはできないし、見せられても理解できない。アイデアとは、既成の誰もが知っている要素の新しい組み合わせに過ぎない。すなわち、誰でも知っている要素を誰も考えたことがない新しいやり方で示すことができれば、それがアイデアなのである。この本の、まあ、中で、ヤングはですね、自分が発見した貴重なアイデアの公式をなぜ公開するんですかという疑問に自分で答えている。理由はですね、この公式は説明すれば簡単なので、これを聞いたところでほとんどの人は信用しない。理由に、原理は簡単ながら、実際にこれを実行するには、最も困難な知的労働が必要なので、誰もがこれを使いこなすことはできない。これはですね、ダイエットを考えてみればいいと思います。ダイエットの原理は簡単です。食わなきゃ痩せるんです、人間は。だから、食事を取らなかったら痩せます。しかし、ダイエットほど難しいものはないとも言われています。食事をしなかったら人間は腹が減るからです。空腹に負けて食べてしまったらそこでダイエットは失敗します。アイデアの作り方もこういうことで、やり方、公式は単純なんだけども、それを実行するとなると別種の難しさがあるんだとヤングは言ってるわけです。この2つの理由によって自分のライバルが簡単に増える心配はないと。だから私は安心してアイデアの作り方の秘密を皆様に公開するんだと言ってるわけです。というところで後編に続きます。